俺もさっきのアスカ使えとやりてえな、サブ。Get ready for the next battle.これダブル CG あるんすかね、そもそも。あるとしたら、あるか、そこら辺にあれがあるんですかね、予選が。早いっすね。ラッキーですね。さあ、実は合わせて。ちょっと強くなったのかな。何の話してんだ。投げについて。投げはね、まあそんなぶっちゃけて言うと上級者同士の戦いになれば強い選択肢じゃないんですよ。まあ、上級者同士の戦いっていうことは、まあ、強くないっていうのが真理なんですけど、そこまでね。だけど初級者中級者が投げに困るのは大抵固められて
投げを横移動やしゃがみを意識しないまま固まったまま食らって三択の三択を通らなきゃいけないっていう読みはいつもさせられるってことですよね。だから、まあ、やっぱりよく言われる初級者中級者同士のジャブから雷流と投げる2択なんて言いますけど、それはなんだろうね、やっぱり投げが強いじゃなくて自分にも投げをそのまま受け切っちゃってる悪いところが必ずあるんですよ。ジャブをガードしたら必ず固まってることはないですか？左アッパーガードしたら必ず固まっちゃってるってことはないですかね。ジャブをガードして正解が早いですけど、一瞬横移動したり一瞬しゃがんだりそういうファボタチじゃなくて固まらずにファジー止まれや、そんな難しい言い方じゃなくていいかな、ちょっとピクトルでも動ければ全然相手も投げに行きづらくなるんですね。もしくは移動が難しかったらもうしゃがパンで暴れるとか、ジャブガードしてもジャブで暴れちゃうとか、相手のターンにさせない、モビなんかはそこら辺すごい上手いですけど、本当に固まりすぎて雷竜の怖さばっか頭に先行して固まっちゃってるんじゃないですかね。ゴビなんて絶対に相手の投げが絶対安定で投げに行かせるようなシーン作らないですからね。相手投げ抜け苦手ですからね、もちろんその通り。でも確かにその初級者中級者が取ってる壁になってしまう投げ、固めからの投げっていうのはまあもうちょっとなんか考えてもらってもよかったのかもしれないですね。だって他のゲームのプレイヤーからも言われますもんね、絶対投げが強すぎないって。それはもうほんまはその通りなんです。その人たちがそう感じるってことはその人たちにとってはすごい強いんで、ただその比率が悪いんですよね。投げに対してももっと分かりやすいリスクがあれば、投げ使ったらちょっと体勢崩せみたいなとかがあれば、その人たちにとっては分かりやすかったのかもしれないですね。よく頑張ったな今。でもあの深風狙いはいらなかったな。おにぎりやるんだったら最初からおにぎり意識しとけばフライングフィールの疲れに入れられましたからね今。
この放送のおかげで持ちながら剣山まで来ました。ライン戦です。見せますね。ウレコン、どういったコンボですか？全然禁止じゃないですよ。パナペックなんてやりますよね。ワンピーも結構動けるようになってきたな。ウエットコンボって1万減るわけじゃないです。特定の組み合わせにある特定のコンボですね。特殊なエフェクトがついたり、普段組み込めないような連携が組み込めたりする。基本的にストーリー的に因縁があるキャラとか関わりがあるキャラ、そういうのがウエットコンボがあったりとか、そんな数はないですね。フジ君からグレートコンボ取ったら3個ぐらい台に下がりそう。あとで行っていきます。ハポ同士もできる。え、見たことないかも俺。ショートジンとか部屋でできないかな。どうなんでしょうかね。まだ見つかってないのあんのかな。年齢はリゴーから 8RP 入れて小中近景やって、横剣は 1,2,3 ハイやります。でステップチャートが1枚減りますね。ユーさんサンスポーデクナシノビランクマッチオンユーツー。 You're welcome。昨日の顔 TV の三島は藤縄ですね。俺が藤縄を荒らしてこいって言ったんですけど、藤縄1回目負けてましたね。
ブラジャックのやつかあった気がする。今届いたんだね、すごいね。なんで打ったんだ、体力計算まで基準にしっかり片半。どうしたお前。照れすぎだね。お、俺なんかスザクなかったかな。藤縄がスザクにあのフルボッコにされて、スザクからシュラまで落ちた藤縄が元のラインに戻る感動的な瞬間ですよ。これはテンション上がってきた。あいつはそれからいろんな人に鉄拳を教えてもらって、いろいろ自分のスタイルを見つめ直して、でいろいろ自問自答を繰り返しながら今この境地に立ってるんですよ。それでの昇格戦ですからね。スザカ俺持ってるかな。風かどうかわかんないですけど、風か花粉かちょっとわかんないです。タバコ吸わないです。お酒もあまり飲みません。電波悪いな。ここから負けるのも藤縄ですからね。ああ、風神しかね、風神抱っこしかね。おーっと、素晴らしい横移動財布。そうですね、48は番長ですね。来週ね、家庭用放送結構やれると思うんで、さあ栄翔もしっかり浮かして、レベル課題に変身ありますね。ちょっと技が変わって強くなります。
キビキビ動くね、原田三島は。さあ、当たると、コンボミス、大課題。ステップ投げで、スザクに復帰です。おめでとうございます、三島さん。Get ready for the next battle. おめでとう藤原君、よく戻ってきたね。Round 1 Fight!1個差なんですよ、1個差、風神なんですよ、ね、藤野は今勉強中だからね、今の時点は全然魔法流の方が強いでしょう。ノリノリ三島対策あるっていうか、もうノリノリ三島はそんなでもないっすよ。あんまやんないのかな。いなそうですね。藤直を単位戦を求めていますが、ちょっとやろっかな。じゃあ New challenge. Get ready for the next battle. Round 1. Fight! 戻ってきました。こんにちは。こんにちは。はい。実況ですか。実況はやったことないんで、ちょっと難しいな。K.O. Round 2. Fight!
フェゴスさんも初心者講習会とかやってるんですね。GT2 は持ってますけどあんまやってないですね。やってもプラクティスとかやって終わりです。韓国戦AKB48 はまあ知ってる程度です。あんまなんか思い入れみたいなのないですね。プラクティスはそうですね、なんかアーケードで対戦してなんか気になった連携とかどう対処したらいいのかとかそういうの見てます。なんかブライアンのハチェット食らった後とか何するのが一番いいのかなみたいな。連戦しないとダメ、まあ、連戦も大切ですけど連戦しながらなんか何がダメなのかとかそういうのを考えながらやるといいのかなと思います。オーガはガローぐらいで止まってます。2人で連携して攻撃するのタッグアサルトのことですかね。タッグアサルトはどうやるの、まあ、ちょっと説明しにくいですけどバウンドするときにタッグボタンを押すと出てきますよ。英語で返したいんですけど英語で返せる英語力ないんですよね。ごめんなさい。金太郎とかよくわかんねえ。金太郎誰ですかね。ユウさんの風神のキャラはラースです。ハチェット後はですね、まあ俺の中の結論としては左横しゃがみとかだったんですけど、ただそうすると両パンに対応できなくて、あのホーミングのやつですかね。ただ両パン出すんだったらジャブとかで割れるんですよね、まあ、そこら辺読み合い。コリアン誰が一番コリアンプレイヤーでいいか、まあ、やっぱ同じフェンス界のハオ。金太郎とか書いてるの日本人なんですかね。人がもう人たくさんいますよ。純ちゃんとかいます。純ちゃんちょっとここに呼びたいんですけど、純ちゃんなんか恥ずかしがってるんですよね。ドラの相方ラース・ブラ以外で誰がいいですかね。誰だろう。キッドさんとかドラ・ジェイシーとかやってて、まあ火力とかも高いし結構いいんじゃないですか。ジェイシーはそうですね、まあ新規の方は本当これからも長く続けてってくれたらいいなと思います。オーガで横断行きたい。あー、韓国にオーガの横断とかいるんですか。あ、ドラマキン強いんです。あ、キルさんは今日は来てないですね。昨日新宿にいました。領域さんと沢村さんどっちが好きですか。まあどうだろう、まあ、基本的に沢村君と、まあ、話したことあるんですけど、領域さんはちょっと話したことないんで。
最大コンボは常に狙うべき。そうですね、まあミスらない自信があるんだったら常に狙うべきですけど、あんま難しいコンボとかだったらあんま俺は狙わない方がいいかなと思います。鉄拳初めてだけど楽しい。いやもう本当にこのゲーム、まあ、奥が深いんでこれからもやっていってくださればと思います。韓国生放送を見たけどクマパンダのタックで最強だったと。あ、なんか韓国クマパン強い人多いらしいですね。あ、結構クマパンそんな弱くないんじゃないかなって俺は思うんですけどね。今回面倒な攻めは、あ、はい、わかりました、了解です。読み合いが始まるタイミングはどんな時ですか？読み合いが始まるタイミング難しいな。常に読み合いだと思うんですよね。まあ、キャラにもよるんですけど、なんだろうな、難しいな。例えばラストからだったら66両パン飛んでくるのを読んでたら、まあ、右横移動だし、でもラストはやっぱそれに対して前ダッシュしてからフォーミングとか打つようになるから、まあ、やっぱ常にどんな時でも読み合いなんじゃないかなと思うんですけども。最弱キャラロジャーじゃないですか、わかんないですけど、金入れた、そう、戦いが始まったら金入れた時間違いないですね。もう対戦始まった時から読み合い、まあ、そうですね、一つ一つのキャラの技知らないと読めないですね。まずはなんかとりあえず自分が使ってるキャラから、まあ、順に技を覚えていってればいいんじゃないかなと思います。まあ、やっぱ最初は対戦経験積まないとどうしようもないですね。ゆきさんまだやってますよ。衝撃とかも出てました。ロジャー・ヨシミツとかやってるんですか？間違いないですね。なんかまあでも楽しそうですね。なんかどっちも職人キャラみたいな感じで。あ、ユウさん負けてるんですね。レオはどうなんですかね。まあ、壁際のレオとかすごいもうプレッシャーやばいんですけど、まあ、火力も高いし、まあ、弱いキャラだとは思わないです。ジンは俺もそうですね、なんかあんま触ってないです。でもなんか、チェンジ狩り対策とかそういうのはなんかよくできてるキャラだと思うんで、俺はあんまよく知らないんですけど、受け流しとか。一番強いキャラ。一番強いけどやっぱ三島じゃないですかね。でもやっぱ強いけどやっぱコマテクとかも必要になるんで、バランス取れてると思います。カンガルーの使い手、そうですね、まあ新宿とか巣鴨に時々いる韓国人の人なんですけど、冷麺星人っていうのが、まあ、結構ロジャーマードックかなんか使って段位高いですね。メッセージにずっと前からいますね。もうタック稼働してきたらいるんじゃないですか。結構よく新宿にもいますよ。大久保のあたりに住んでんじゃないかなと思うんですけど、わかんないですけど、だから新宿いるのかなって勝手に思った。藤直くんすごいですね。風神上がるんじゃないですか。
なんか終わらしちゃっていいってことだったんですけど、どうやって終わるんだろう。お、終わり？あと5分で勝手に切れちゃうんですか。まああくまでもサブですからね、まあ、やっぱやり込みの差とか出てきますよ。ラスミゲル、どうなんだ、まあ、ラスは相方基本的に選ばないですからね、一緒にそれなりに戦えると思います。そうです、ちょっともうこれであと終わり、あと5分で終わりです、すみません。組ましてればまあそれなりに戦えると思います。ラース、あとラース、ジェイシーとかも結構相方選ばないんじゃないかなと思います。相方は、まあやっぱ鉄板なのはブライアンとかじゃないですかね。でもまあこの間の投撃のあのやっぱすごかったペコスさん、ボブジンパチもやっぱいいんじゃないですか。今日は外食です。ノーマルジンもおすすめなんですか。ああ、なんかまあボブジンでやってる人見たことありますわ。上がるかもしれないですね。まあそうですね、誰でもいいと思います。自分が使いたいと思った相方選べばいいんじゃないかなと思いますよ。相談来ないですね。まあ、スザク夫人長いんですよね。ボブブルース、まあ、なんかボブブルースでやってる人も時々見たことありますけど、どうなんだろう、まあ、まあ良さそうっちゃ良さそうですよね。なんか削りやすそうでした。あ、もう終わりですか。はい、お疲れ様です。まあそうですね、ボブ立ち15で浮かせられないから、まあ相方はまあなんかボブジンパチとかいいんじゃないですか。ジンパチ14で浮かせられるから。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
しまう。 Get ready for the next battle.あれどうですかね、見えますかね。あ、来た。声も聞こえますか。でこれどうなんだろう、俺の顔しか見えてない感じ。私の姿は映っておりますでしょうか。ドラちゃん元やんって。いや普通の真面目っ子でしたよ。毎日朝から晩まで勉強一択っすね。ピクルス、ああ、あれか、これ CPU っすね。ピクルスはそしてグレたんですね。やべえな。いや別にグレてないですよ、全然一通りの青春時代を送ってます。とりあえず、配信側の方が対戦終わっちゃったんで、もう一つの枠の方行きます。でとりあえず今モニターに流れてるのが西くんのゴミみたいなサブと、あとはミミミさんですね。まあ見てる感じミミミさんの方が強いんですけどね。なんか西くんもプライドがあるみたいで引き下がらないって感じでずっとやってますね。はい、もう安易的なもうスープ打っちゃうからスカカンク食らっちゃうわけですよね。ラウンド2ファイト。そうですね、あの女性的なあれ相当うまい方ですね。さっき自分もサブ対決でボコボコにされたんで、で対する西くんのサブはもう本当何がしてるか分かんないですね。これこういうのもちょっと動画配信っていうのはちょっときついですね。やっぱりいい対戦してくれればいいですよね、せっかく見てくれてるのにね。アドリブも聞いて壁張り付かずの軸ずれからの西君、何もフォローできず、さすがサーブですね。いや、するというわからん投げをして、あれはちなみに両パン抜けでできるんで。さあ、拾えず。さあ、やりたいことしかやってないですね、このレオさんは。はい、赤削って、順からの左投げ、投げは見えてますね。これはもう完璧に西君の方はもう力負けしてる感じですよね。
さあもう押されてますね、はい、サシロヒットからの、あーちょっと追い打ちが入らずの、あっとどうするどうする、えいい右アッパー、さああれ足がめっちゃいいところですね、はい、おおなんだ今の技、おっと、ジシ君逆転できるかね、ユウくんがいないからだよ、ちょっとリコの前歩いたいって言うから枠取ったら見て向こうから見たら僕やだったよここどうなんだよどうしたんだよ、だってさなんか寂しいじゃん、なんで、一人だと、あ、一緒にやろうって意味だった、そうアピってたのよ、ユウくん一緒にリコ生で喋ろうよっていうお誘いだったのね、そう、もうなんだかんだ言ってね、ユウくんナブだからね、あ髪切ったの？髪切った？ちょっと俺に行けなくないじゃん。え、俺？なんかそうなったの？嘘でしょ。ユウさんと藤縄どうなった？藤縄ちょっと勘弁してあげました。なるほどね。藤縄くんはどうなんですかね？強いっすよ。いやあのね、まあ、持ってるんですよやっぱり。持ってるんだけど、うん、やっぱなんか偏ってるんですよね。まあ、いるじゃないですか。めっちゃ持ってるんだけど偏ってる。まあまあ持ってるんだけどここぞって時にこの前、はいよ、藤縄がなんかどこぞれ上がってきたシュラ、スザクっていう段位がいろいろな人にボコボコにされてシュラまで落ちたんですけど、おそこからあいつ結構頑張っていろんなやつに教えてもらったりして、うん、段位戻ってきてそこでまた久しぶりに段位制したんですけどやっぱ全然違った、おだからこれをあと 2,3 セット繰り返せば、はいはいはい、まあ、サミダンじゃないといけるのかなと思って、いいっすね、そういう藤岡君って若手なんですよね、若いです、伸びより1個若いくらいかな、そういう向上心ある人はいいですよね、なんか三島のチームでマスターカップ組んでて、おー、はいはい、ふーちゃんとか竹石君とか名古屋で組んでたからそれで影響されて、その竹石君ってもうほぼ若いらしいんですけど、あそうそうそう、この前やったマスターカップの次の日大戦もちろんもちろん勝った、あの悲しおだった、勝つのになんかクソみたいな戦い方して勝ったからなんか申し訳ねえなんて、トマトもクソみたいに選ばれるし、そう、トマトちゃん でなんか解説終わった後、はい、どうやら私のこと知らなかったみたいで、そう、プーちゃんの弟子ですね、そういうライバルもいるから、うん、向上心もあるし、プーちゃんの方がね、いいじゃない、ユウさんの変の強さを教えてください、それは俺が言うより周りに言ったらこういうところがうまいよねとか言ってくれた方が、またまたそれはそうですよ自分から言えばいいじゃん、わかんねえよまたこんなところですってね、こっちゃこっちゃそうだな、そう俺の強さはねとか言ってほしかったんだけど、俺、天下のプレイヤーなんだけど、まだ。あと、せっかくね、延長枠取ったんだから、なんか足の空いてる台で、高い台やってほしいですよね。でも、僕、藤井くらいしか持ってませんし。なるほどね。
俺もね、魔人に上がってればね、今頃純ジャズやってたんだけどね。純ちゃん魔人なんすか？うん、純ちゃん魔人、すごい初魔人。相手のクラッシュどうだったりしてますか？まあ、フレーム次第ですけど、横移動だったりバックダッシュだったりしますね。あれ右横移動だよね、大抵は。で、軸によっては左の方がいいときもあるし、状況次第でいいですよね。違うんですか？テコスに調子に乗るかやって言ったら、本物の優雅ですから。どうでしょうかね、記憶にないですね、あんまり。全部主力で使う技はおすすめあります。あの、逆は2全然わかんないよ。ジンとニーの相当相性悪いよ。組ませるとジンが不利。あーまあ格はね、いっぱい揃ってるしね。相手のクラッシュが当たった時、こっちが有利。マードレもこっちが有利。ただ有利はあったらしいね。クラッシュ下側が有利ってこと？クラッシュを受けた側、受けた側だよね。ヒット下側が有利。そう。そういうことや。ラウンド1。そういうことや。ファイト。1RK か 1K。え？1LK か 1RK は強いですね。体育だけですね。カウンターでコンボ行くやつ。なんかおおおお、あれガードして、前の13で13ね。そう、やっぱあのゆうくんが来たおかげで内容者数も増えてね。始まったらちょっとずつ増えてると思うんだけど、関係ないよ。そう、目指すは17万人って言ってマスターカップ5000。マスターカップ無理か。誰か代戦いないですかね。代戦ね、なんか誰かいればいいんだけどね。Pちゃんももうお疲れですからね、ずっと俺とやってて。最近どうですか、鉄拳の調子は。最近ぼちぼちですね。マスターカップ終わってから、やっぱりマスターカップは楽しかったから、ちょっとね、楽しかったね。あの空間はいかにあればいいのかなって感じですね。だけどマスターカップはなくなったからといってね、かそるのもどうかと思うけどね。まあでもかそってないですね、そうやってみると。そうだね、主要メンバーは減ってないよね。昔厳選でトラさんにカツアゲされたのがトラウマです。これは嘘ですね。フィクション、フィクション。ペコさん、あの後入院とか行ってない？大丈夫でしょ。間違いない。次の日普通にあのしかも来たもんで、ね。羽根回ってましたから大丈夫です。こんばんは。お、というか気づいた、俺リングレームさ、トラちゃんからさ、昔のトライバルに戻しちゃうんだよ。気づいてない。え？なんで？トラちゃんって呼ばれたいって言ってたのになんで？やっぱね、昔の自分を取り戻そうと思ってね。触れるものをみんな傷つけていたナイフのような時代の頃のトラちゃんに戻るから。俺もトライバルさんって呼んだ方がいいですよ。まあ。いつも通りでいいんじゃない、そこら辺は。そしたら俺もユウさんに戻っちゃうし。リセットする関係を。一度関係リセットしたら、あのフェンオフから始まんなきゃダメじゃん。え、俺だって初対面あれだよ、フェンオフで来たっけ。どこにお店に、どこにフェンオフって。あの秋葉の時。あ、その時話したんですか。僕らあんたと話したじゃん。あんたと初ファーストコンタクトだよ。なんて話した。え、あ、お疲れ様です、みたいな。で、スロットバーみたいなところで、ね。あ、2時間やったね。やったね。なんて、え、なんで？何が？あれ？あの、何話しました？知らないけどさ。なんでそもそもフェンオフにいる？あ、その時、あの、サブでちょっとフェンかまってたし、タイカレーと仲良かったから、トラちゃん、暇だったら来れば、みたいな。そんな感じ。なるほどね。そう。あの時はありがとうございました。いいえ、全然。もう、4、5年前だよね。あの時からね。誰？え？ケイソー。ラウンド4。めんどくさいな。ファイト。もう指動かない。マジやだ。
俺も動かないです、ね、いやーめんどくさいですけど、とりあえず内戦しちゃいますね。いいね、珍しいね、トラちゃんの対戦内戦夕伸び放送でするのそうだね、絶対にないんですよね。それか長友ほどの価値ないからね。最近コンボミスが多くてダメ、ダメ、もう泣きそうっすよ。あと、じゃあとりあえず頑張ってきます。リュウ君も実況お願いします。トラちゃんって誰？あ、ドライバーですね。そこら辺の説明リュウ君お願いね。ワンちゃんリュウ君より有名まであるからね。ね。頑張れ。ジンパチン三島。Get ready for the next battle. でかく遊んでたのに。Round 1. Fight. ハイタクというわけではなくちょっと具合が悪い。Get ready for the next battle. New challenge. 今日も人が多いですね。30から40はいるでしょう。全セット埋まって立ち見も10人以上いますから、つまり40人はいるってことです。Me estáis empezando a fastidiar. You've got a date with round one.赤段以上は覚えていることにほぼ差がないので、なぜ対戦すると圧倒的に差が生まれるんですか。知識じゃなくて読み合いの選択肢の多さや読み合い一個一個をどんだけ大事にしているか、意識分配が違うと思います。絶景さっきやってました。今はこれからもう MC 任せられる人がいないからな。そうですね、覚えてることに対する感じがありますね。トラちゃんとこのマサルン選手と前もやってましたけど、結構長引いてましたからね。今回は決着つくの早いんでしょうか。でかいですね、最初の一本を育てるかっていうのは。本も落としてましたね、今も。もう結果オーライでしたけどね。Round 1. Fight!ただ僕は電気ラッシャーで対決もしているようなそういうことではないですね。他のキャラはいっぱいいれますね。ロビは今日福岡の時に行ってます。
対策を確かにね、試合中出せるかどうかってすごい重要ですよね。完璧な対策をマスターしているフルミズだってね、その日によってやりたいことができなかったっていうこともあります。対策をしてそれを対戦でうまく使えるのはまた別問題ですからね。だから日韓戦やヘルプミートの団員戦に見せた古川のは完全に使えてましたね、対策を。さすがですね。ことで戦ってるのはトノちゃんですね。長引かずに落ちたから終わるかもしれない。終わった、うまい。明けて家庭用のキャラ追加される予定についてはちょっと僕も分かんないです。ラッキーバー、Get ready to move. Next shot. Get ready for the next battle. トロちゃん、このまま勝ち切れるかどうか。 Round 1. Fight. さあ、というわけで次の枠が自動で取られると思います。仰向け中の牽制キックのことかな。次の枠で一回聞いてください。お疲れ様です。
おいっす、いい感じですね、トラちゃん。 Get ready for the next battle. オーツでーす。Round 1 Fight! こんばんは。おっす。映った？なんか具合悪いみたいだね、また。トラちゃん、今日は調子いいね。来てますか？ありがとうございます。一枚使いいいっすね。家庭用エンブレム設定ありがとう。適当です。このまま長引か、名前が長引く前に決めたいね、トロちゃんは。エンブレム芸術を感じるでしょう。トラちゃんです。続き、性能が高いのってアリサですか？どうなんですかね、変わってなければリリとかがすごい良かったはずですけど。いやらしいですね。風邪なのか花粉なのか分かんないですけど、鼻水の音が。画質は変わってないはずですよ。トラさんの戦う時に気をつけることってありますか？カオスジャッジメントですね。
続けるのかな、何か人変わるのかな。相手がジャムとか左アッパーで持ってきたらどうするんですか。まあ横移動できれば、できなかったらシャガパンとかで暴れるのがいいですね。こういうの何であんな綺麗に変わってるのか、まあ、多分意識分配が横移動に結構大半を占めてるんじゃないですか。他の余計なことは一切しようとしないで横移動に専念してるんじゃないですか。そういう場合はホーミングを綺麗に変わったりしますけどね。横移動は長すぎてもあまりいいことがないので、ユータは何に意識分配されてますか。あー難しいけど、まあ場面場面ですね。この技をガードさせた後は価格を狙いに行くとか、この技をヒットした後は相手の暴れを読みつつ、暴れが来なかった場合にもう一回攻め、こう攻めに行くみたいな場面場面で違いますね。タイムアップラウンド4ちゃんはこれサクッと勝って風神戦変わればいいんだけどな、誰かに。したまんまですね。特にリフレッシュしたりしようとはしないです。さっき温まるっていうかイラッシュも少ないですけどね。どんなプレースタイルだろう。
かゆとりパンチを見てからしゃがんだかのようなガードの仕方でしたね。Get ready for the next battle. Round one. Fight. こんばんは。ちょっと待ってね。Round two. Fight. Ready for the next battle. New challenger. Locked. Box. Get ready for the next battle. Round one. Fight. あ、お疲れ様でーす。どうやって続けるのこれ。お疲れ様です。さっきまでね、こんな感じで実況してたんですけど、まあ、今あのモニターに映ってるマサルン君と今第一試合やって、で今第一試合になったんで終わって帰ってきたところです。俺どうでしたかね、俺の対戦って流れてましたかね。なんか話が違うことになってた。あ、見てましたか、ありがとうございます。そうですね、ダンス対策はもうひたすら右横歩きなんでね。で、相手がフラヒー打とうもんなら真後ろ取れるし、コンボね、コンボひどかったね。もうちょっとコンボね、きっちり締めれるようになればね、もっと取れる試合も落とさらずに済むんですけどね。あ、多分テンパってたんじゃないですかね。
トナちゃんさんのアンナ使うときに気をつけてることはありますか？アンナ使うとき、やっぱりアバストもあとリタクも横に弱いんで、うん、横歩きされるのを例えばあの波動拳入力のあの恋のぼり RK ですね、波動拳入力の RK で抑制室の2択行けるときは強めに2択行って、あとはもう縦スカはもうそうですね、コードに一発止め対応するとかそんな感じですね。であとあの15で浮かないんで、しゃがみも浮きも、あ、立ちも、立ちは15角間は、まあ、14の前 RPLK ちゃんときっちり入れるように、まあ、クリークでも安くはないですよね。とりあえず前 RPLK がもうとりあえず14角間で15の角間にはきっちり入れるようにするのがあれですね。アガペは上段ですね。ユウさんはちょっと具合悪いって言ってちょっと休んでますね。マスターカップはあのヒップホップ愛好会っていうユウ、ロービー、ペコス、チョチャン、マンバのチームですね。マスターカップの時たくさんのジャッジもあってありがとうございました。あ、どうもあの時の方ですね。そうなんですよ、このコメントくれた方とはね、多分間違ってなければ一回も大会にも出ず試合もしてない状況で、まあ家庭用あったんでそれで適当にこすってる時ひたすら相手してくれた人なんですよね。 ありがとうございました。その説はうん、絶対ヒップホップ好きじゃないですね、あの愛好会は。ただノリでつけてるだけでしょう。あ、分かった。とりあえず俺のわがままでね、あの新しく枠取ってもらったんですけど、ちょっとユウ君の方が体調悪いということで、この枠で終わりということでね、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、そうですね、空気悪いんで。あ、俺は大丈夫ですよ、俺は元気ビンビンなんで。トラちゃんメガネはあれ伊達メガネなんで、あの室内にいるときは全然つけてないですね。トラちゃんも体調には気をつけて、ありがとうございます。インフル今確かに今流行ってますね。皆さんもうがい手洗い気をつけて。ペコスさんとマンマさん以外優勝したのに複雑な気分だったりしないの？いや、特にしないんじゃないですかね。結局、まあ、ペコちゃんの、 あの活躍は目立つ試合だけど、そこまでにいたのにやっぱチームメイトみんなの力があってこそのあそこの舞台だ結果っていうのもあるんで、別にノビもユウ君もあとショちゃんもう悲観的にはなってないんじゃないですかね。シクワさん、あまりアガペガードさせていかない感じでしょうか？いや、もう俺はアガペバンバン打ちますよ、スーピーだったら。いいなら 4RK 並みの感じで打ってるんで、あれ。トラちゃん、落ち着く、ありがとうございます。ノービさんはね、今ね、博多にいますね、番長組手ですね。1月のあのナンバトで空気読めずにポイントマックスにしていつも行ってるはずの組手に同行するっていうね、すごいやり方したんで、今九州博多の方にいますね。イン
今頃は多分まだ組手とかなんかイベントやってんじゃないですかね、この時間帯だったら。キーマークってどういう条件ですけど、なんだかな、よくわかんねえよ俺も。いろんな技を使うと つくよね。あ、確かにそんな感じはしますね。なんだろうな、チキンってよくわかんねえや。番長来るて配信面白かった。番長のコスプレとか、まだあのおっさんなんかコスプレとかやってるわけですね。やれやれって感じ。トラちゃんはマスターカップも終えてモチベーション上がりました。これ正直ね、試合内容がね、かすすぎて、というのもちょっとあの決勝リーグあと1勝で上がれるってところで俺が大将を任されてるのに、しょうもない負け方で上げちゃいけないところを上げちゃったっていう、すごい残念な結果あるんですよね。それをもとにね、一瞬でモチベ下がったんですけど、一瞬カードもおろおろとしたんですけど、その後のペコちゃんの活躍を見て一瞬でモチベ上がりましたね。あのおっさん呼ばわり、まあそうですね、番長と私めはあの昨日今日の付き合いではないので、このぐらいの独立は許されるわけですよ。会えば会えるで、あのおっさんはいつも俺のことをちょっかい出してくるし、もうたまったもんじゃないですよ。どこに負けたんでしたっけ。あまりちょっと公では言えない。ただちょっとあの状況だとうちのチームの方が上がっときたかったっていうのが正直なところですね。トラちゃんの心の強さ、心弱かったですね。というかタックになって本当大会弱くなった。昔はそれなりに大会では、みんなにみんなの後ろをねがっつり守る感じだったんですけど、今はもうひよってますね。あのおっさんとどっち年上なんですね。年上なんです。はてな、これは間違いなく番長の方が年上ですね。わかりました。後で公式ホームページでしております。あ、そうしていただけると助かります。トラちゃん頑張れ。ありがとうございます。頑張ってます。頑張ってリングレームも昔に戻して、あとはエンジョイ勢で頑張ります。このゲーム守りきれない、間違いない。ドライバルさんが腰痛で2台目ボコってる動画見ました。それ相当昔でしょ。俺がね、徐々にね、あの頭角現してきた時代ですね。その2代目メイスト流との組手試合で俺が3、4連勝した試合ですよね、多分。浮かせたら半分減るゲーム、間違いないです。まあ本来であれば浮かせずにコツ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 と小技で削っていくスタイルの方が俺は好きなんですよね。で、あとはあの甘えた大きな技とかに価格をビシッと決める戦いが好きなんですけどね。サングラスかけたらいいから尻が見えなくなりそう。どうしよう、これサングラスかけろっていう4になっちゃうよ。確かに4だとダサくになっちゃいますね。5になって一気にその客離れを取り戻したって感じですからね。ラティンスタイルのタック2は強くないですか。確かにラティンスタイルは相当強いですね。だけどラティンのあの当て感があってこそのあのスタイルで許される確立されるものがあるんで、ただ一概にラティンの戦い方を否定する肯定する、まあそういったのはまあ心自由だと思うんですけどね。まあとりあえず俺は俺でラティンが勝ったりするとラティンゲーってちょっと冷やかしてますけど、
割り削りてライト当たってしまったら割り台はね、間違いないですね。大パンゲーですよね。だけどまあそこも読み切ってガードして角半入れて削っていくっていうのも大事だと思いますよ。そうすることによって鉄拳力っていうのもやっぱついていくと思うし、菅本平日も人いますか。基本的に平日はまあいないですね。水曜日で今イベントやってるんで、それで人がちょっといるぐらいで、あとは週末は安定ですね。ちょっと金曜日は分かんないですけど、ボブに使ってるんですけど、ボブに何されたら嫌ですか。そうですね、基本的にボブは得意なんで何されたら嫌とか特にないんですよね。ボブに何されたら嫌ですね。なんだろうな、すいません、今ちょっとパッと思いつかないですね。タッククラッシュ狩りって横歩きでかわすんですかですよね。これはまあ最後に当てた技の状況によって動けるスピードが違うから、その時の状況により切りなんですけど、大抵は右横歩きでかわせます。2位なんて5強に入る、多分入るんじゃないですかね。ただ使い勝手の悪い女なんで、そこまで高台プレイヤーがいないんですよ。はい、あと2分ですね。だとドライバル勝手に喋りたい枠を取ってもらったんですけど、あまり喋れずね、まあ終わる形なんですけど、とりあえずさっきのマサルン君と俺との試合見てくれたら分かると思うんですけど、ナイス苦手意識持ってる人がいたら、多分結構今ダンス対策で戦ってたと思うんで、それを参考にしてもらえればと思いますね。またやってくださいこの企画、マジで。ドナちゃんの笑顔を見ると絶景頑張ろうってなるわ。いやすごい、お世辞でもすごい嬉しいコメントなんですけど、ありがとうございます。ボブの 1WKRK は分かる、嫌な気分になる。ボブのコンボ中の6、あちょっとボブについては使ってないんで、というか使ったことないんで、唯一クラッカーと奈落の出し方が分かるぐらいなんで、他の技の出し方とか一切分かんないですよ、申し訳ない。僕がやってもトリガーにかかります。トリガーはね、基本あの横に強いですからね。だから横歩き時にはたまにはあのガード、そんな感じでちょっとずつ横に軸をずらしていけば、フラヒとかは 100% 避けれるんで。あ、ユイルか。ユイルはね、まああれ付き合うしかないですよね。下手に暴れるともうボブ側が、まあとりあえずボム戦は暴れないことが大事ですね。まあ有利がつく技がいっぱいあるんで。よし、それではお疲れ様でした。なんか中途半端ですいません。それではまたいつの日か会う日まで、お疲れ様でした。おつれーす。